ちは、メルカチャンネルの翔です。今日は立野の平井に来てます。震災以降、なんだっけ、なんですか、何でしょうか。今年の1月に、復活したので、ちょっと遅くなりましたけど今日やってきました。ということで中に行ってみたいと思います。これ、最近これになったと。そうそう、ポチポチじゃないんだ。これ、そう、現金、現金押して24秒。ステーキは、ステーキあるなら全てね。違うじゃねえ。てか、ステーキってあるの。いや、知らん。分からん。もう一回、どんぶりにしよう。大江戸カツ丼にするか。ミニうどんセット。ミニうどんセット。うん。太っ腹。何する？何する？何するか。あ、いと。早くして。あ、いと。早くして。ああ、すみませんね。まあ、とりあえず俺とだけ押そう。ご注文を受け付けました。ありがとうございました。はい、そういうことで、立野の平井行ってきました。残念ながらですね、ちょっと、食券っていうか、あのタッチパネルを触ってる時に、まあ後ろからちょっとですね、ありましたんで、ちょっと正直ちょっとこうイラッとしてしまいまして、食べてるところが一切取るのを忘れてました。なので本当に申し訳ないですけど、また次回ちょっと近いうちに行きまして、食べてるところも撮りたいなと思います。久々に食べた、大江戸カツ丼、美味しかったです。また行きます。そういうことで、それでは。